ドラえもんのび太の太陽王伝説は2000年3月11日に公開されたドラえもん映画作品。および、藤子 F、藤尾プロが漫画化し、月刊コロコロコ,ロコミック1999年10月号から2000年3月号に掲載し、大長編、ドラえもんシリーズの作品。 ドラえもん誕生30周年記念作品として制作された映画シリーズ第21作、大長編シリーズ第20作、同時上映はザ・ドラえもんズドキドキ機関車大爆走、とおばあちゃんの思い出、第18回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞作、作品冒頭のモチーフとなったのはマーク・トウェインの王子と小敷である、 白雪姫の劇の練習をしていた五人。しかしどうにもうまくいかない。しかもドラえもんの秘密道具、万能舞台セットをジャイアンに取られてしまう。絶対返してくれないと判断したドラえもんはタイムホールを使って取り返そうとする。ところが失敗し、おまけに、のびたが無理した結果、タイムホールの時空が乱れ、その影響で、のびたの部屋のタイムホールが古代の太陽の国と言われる、 マヤナ国につながってしまう。そこでのび太は自分そっくりの姿をしたティオ王子に出会う。現代文明のことを知ったティオは興味を示し、しばらくのび太と入れ替わってほしいと頼む。ティオの母はマジョレディナの呪いで眠り続けており、ティオはレディナを倒す強い力を求めているという。ティオと入れ替わったのび太は王子様気分を楽しむもなれない王国での暮らしに、 はじたじ、のびたとなったティオは慣れない現代世界のあちこちで騒動を起こす。やがて秘密を知った静かたちも、のびタと共に、マヤナ国へやってくる。そんな折、ティオに使える少女、ククが、レディナに囚われてしまう。ティオは、レディナの神殿へ向かい、ドラえもんたちも後を追い、時空を超えた大冒険が始まる。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。